まあ、そう、そうなんよ。ありがとうございました。お願いします。あ、行きますよ。はい、親子です。いや、お腹いっぱい。美味しかったです。ほぼ毎日。ダメだよ、いろんなとこ食べたけど、ここが一番いい。あれなんですよ、こっち側を最初にオープンしよう、あっちは後付けの、だから調理器具がこっちの方がメインになっちゃうんで、火力なんかが。
ます。お世話になります。はい、お願いします。20キロぐらいで、週末が26キロとか。さばくときに残るんよね、そういうことがあるから一旦全部チェックしてね。最終的にタレにつけて一晩寝かせるんですよね。もう何でも美味しいです。31歳でこの娘さんと僕が結婚して、まあ、一応後継ぎっていう格好で総合したら10年以上だと思うけど、チェーン店であったりとかちっちゃい店だったりとか受け入れてくれたね、お父さんお母さんにも感謝してるし、後継ぎなしでね、ここはこのまま終わっていくお店だったとは思うんだけど、ね、唐揚げ食べてほしいな。唐揚げ食べますね。うん、分かりました。だからラーメンと唐揚げとご飯とさ、ラーメンと唐揚げと焼き飯とかのセットは店内で食べられる分は一番人気かな。ラーメンなかったんよ、あの時は。うどんだけ、うどんそばだけ。ラーメンは7、8年してからだね。こうなってんだけど、これを割って中の髄液をしっかり出す感じです。豚の背骨、背脂と鶏ガラね。全部一回火を通して洗って処理してるから前の日に。でそれを朝からもずっと強火で炊くだけ。カツ丼わし好きなんじゃない？あ、そうなんですか。
大体昔からカツ丼は絶対しようかなと思って、朝9時半から夜7時45分まで炊いて、で朝昆布を入れて削り節入れて配合を変えてみたりとかするんだけど、時期によってね、僕も10年ぐらいやってるんだけど、いい時もあったり、あんまり良くねえなっていう時もあるし、新しいお店ができて、まあ、よく食べに来るんだけど、美味しいなって、ね、全然勝てねえなってしょっちゅうそんな基本の美味しい、ある程度美味しいラーメンをずっと保てれば、他にもいろんなメニューがあって。タレも変えてないからね、もうずっと同じ割合のタレで。この辺はこんなに立派なもんはなかったけどね、簡単な工場とトラックターミナル、運送会社ばっかり、あっちゃこっちゃ、これ広かったからね、あの人たちをどうやって引きつけるかいうお持ち帰りをやったりね、始めたりね、スープとあれと分けてね、手作りで、パートのおばちゃんが切ってくれる。すごいっすね、これがね40年近く全く同じ分量でやってるのが、ありがととかね、
ね、あの焼き飯に使うのに。すいません。お願いします。ありがとう。ごめん、ご飯行っていい？はい。ごめん、混ぜとってもらっていい？嫌なんですけどみたいな。一応レディーなんで。じゃあ、冗談です。ごめんなさいね。まさかのもう片方が。ご飯最後飲みましょう。今助けが。
ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとだけよ。
よ。3切れです。はい、3切れです。はい、カツ丼も、はい、カツカレーですね。はい、ありがとうございます。薄めなしがいつもやってます、はい、ちょっと今、はい、カツ丼の盛り、はい、そうです、はい、何かさてお気をつけください。 ありがとうございます、はい、おむすび弁当です。カツ弁当とおかず弁当です。とんかつ弁当とかね、とんかつ弁当ボリュームあるから美味しいです。あ、本当に。僕はもううどんととんかつ定食とか、唐揚げはもうカラッとしてて、はい、味もそんなに濃いくない、美味しいですよ。いらっしゃいませ。いや、初めて。初めて。初めて。そうなんですね。ナイスタイミングで。ナイスちょっと会社が近くにあるもんで。あ、そうなんです、ね。ちょっと気に通り道だったんで、ちょっと気になったんで。ありがとうございます。気をつけください。
はい、カツ丼。はい。はい。そうよね。お願いします。はい、じゃあ650円ですね。はい、じゃあお待ちしてます。はい、ございます。550円ですね。450円ですね。ありがとうございます。はい、どうも。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ラーメンの大盛りで定食で、はい、ラーメンダブルです。はい、うどんです。どうぞ。はい、どうも、ラーメンの大盛りですね。はい、はい、海苔弁からです。はい、はい、じゃあこちらとおむすび弁当、はい、300円ですね。はい、ありがとうございます。お聞きくださいね。ありがとうございます。待って待って。
どんつゆだく中でます。はい、お待たせしました。はい、唐揚げ丼完成です。ちょっと味噌汁。はい、すいません。はい、お待たせしました。唐揚げ丼すぐで。はい、どうも。来ました。それ入れます。ありがとうございます。家庭大盛りって出たんよね、あのチャーハンの。あ、出ました。出たよ。ネギなし。カレーライス カツカレーカツカレー。熱い。手がですか？はい、卵丼です。はい。ラーメンの方のカツカレーちょっと先に持ってってもらっていいですか？はい、そこ2名入られる。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。どうぞ。カツ丼で、はい。冷やしうどんお願いしますよ。はい、お待たせしました。これから失礼しますね。お待たせしました。はい、どうぞ。味噌セット。はい、ザルラーメンのセット。Thank you.
ーメン。3名入られますよ、並びで。はい、はい、茶そば、茶そばです。はい、知り合いの人はここ美味しいよって聞いて。いやお腹いっぱい。美味しかったです。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。味噌汁になります。毎日唐揚げ丼が73。うん、元気？いやいや、元気じゃないやん。一旦カレー、一旦行く。本当よね。半分も残ってるんで。うん。日替わりでまーす。はい。はい。定食です。はい、どうぞ。
象がおもろいけ無口なようで喋ったら面白い結構ね夕方になったらテンパっとるねお父さん昼も夕方も昼も夕方もテンパっとる夜は女房と来る、うん、女房もここのラーメンは、うん、ダメだよいろんなとこ食べたけどここが一番いいやっぱスープちょっと濃いめなんかいいねえっと
らん。僕の周りでも結構評判いいから買ってます。唐揚げがとても美味しいです。大きくて、はいです。
それは試作品になるんですかね。うん、そうですね。今49だから19年目かな。最初居酒屋やって変に当たっちゃったから勘違いしてもう一軒作って、コロナの影響ちょっと潰れちゃって、で、まあ、ここにあるものは冷蔵庫が全部そこから持ってきたやつ。鳥松さんはいつから。もう5、6年前。最初は焼き鳥と唐揚げの店だって、焼き鳥がすごい手間かかりすぎて焼き鳥ばっか売れるから、ちょうど2年ぐらい前冷蔵庫を移して焼き魚の店を始めて、今度またこっち焼き鳥しようかなとか、そういうこと考えてる。疲れますか。疲れます筋肉痛とかならないですか。慣れればならないですけど。慣れないですね。今日は暇です。表がもう車止めれなくって、2号線ずっと行列とか。お昼だけでご飯を8回炊いた。お肉って何キロぐらいその時って、はい、この1ケースがお肉12入れるんで、それ10とかなんで105円
りポークステーキ弁当を1つ。Thank you.
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。フラヨカ醤油唐揚げがおすすめです。でかくてね、結構ジューシーな感じ。僕の周りでも結構評判いいから買ってます。これも低温調理ですか？低温調理済み、うん、でしたものを冷やしたやつ、一晩冷やした。普通に焼くのと低温調理は何が違うんですか？一つ焼いてみるか。9番でお待ちのお客様、ありがとうございます。今日はですね、金光味噌のサバの半身を、はい、ちょっと定番っていうやつを選びました。うま塩唐揚げ弁当、ゆっくりいただきます。でも何回か来られたことはあるんですか？そうですね、もう唐揚げ言ったらここに来るかなって感じで、普通よりちょっと大きめで、まあ、金額的にも結構リーズナブルなんで、それで来させてもらってます。
コダ様。すみません、大変お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は唐揚げ弁当とフライドポテトとなりました。よくお店には来られるんですか？2ヶ月に1回ぐらいです。でかくてめちゃめちゃジューシーな唐揚げです。ありがとうございます。お待ちのお客様、ありがとうございます。週に1回ぐらい来ます。僕が買うのはいつも醤油です。醤油味を買わせてもらってます。熱々なんですけど、すごくコクがあるというか、ジューシーでとても美味しいです。大きい看板が唐揚げ専門店なんかなかなかこの辺だったらない、気になって今日寄ったんですけど、初めて来たんでスタミナ唐揚げっていうのを買ってみましたね。これでいただきます。
店舗変わりました。向こうはサバ松様で、こっち金松さんって、ね、そんな名前じゃない。頑張れ。あんまり持って帰っていいって言えば持って帰って。一体中は後で天ぷらそばのお客さん。出汁が美味しい。唐揚げ上がります。定食のお客さん。スペシャルラーメンです。現場が近くて美味しいです。
ありがとうね。やり方が違うんだけど、別に手をあげようか。やれんで。
どうぞ、ありがとうございます。どうぞ、ありがとうございます。たまに来ます。やっぱお仕事前とかが多いんですか。そうですね。どうぞ、ありがとうございます。お店にはよく来られるんですか。時々ね、朝多いね。どんなお出汁なんですか。濃いめの、自分にはウォータースープ、うん、どうぞ。うどんのとろろなしで。とろろなし、いなり3個です。はい、ございます。いなりね、置きましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。青うどんでいい。はい、どうぞ、ありがとうございます。美味しいと思います。そば。はい。どうぞ、おそばの方どうぞ。いつもありがとうございます。そば。うどんです、どうぞ。はい、
とうございます。定食のおかず、ここの3つから選べるんですよ。鮭にサバにで、唐揚げ。定食です、どうぞ。ありがとうございます。あ、いらっしゃい。だし多めね。うん。ちょっと入れ。とろろがないで。はい、ありがとう。ありがとうございます。親子で来ます。おはようございます。どうぞ。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。ありがとうございます。天玉です。お店よく来られるんですか？はい、天玉うどんです、はい、朝ごはんですね。美味しい気来るんでしょうね。卵うどん。お待たせしました。ありがとうございます。チーズ食べれないんで取ってください。いいです、私手で取って、ください。はい、わかりました。ありがとうございます。山菜もダブルで、うん、これをダブルね。麺は150円。の方とお汁足らなかったら入れますんでね、はい、もう一回来てくださいね。
うまいですね。ここは昔から有名なとこですから。他と何が違うとあります？出汁が美味しい。ここのが一番スッと入るんですよね、お腹の中に。ちょっとお願いします。はい、お二人ともうどん。はい、うどんです。ありがとうございます。はい。はい。はい。重たいけど大丈夫です。大丈夫です。はい。ここ置くけどね。はい。どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりに寄ってみようかって話になって、あ、美味しいです。やっぱり変わってない感じで、はい。ハンバーグのお客様、お待たせしました。乗せましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう、お待たせしました。お蕎麦です。どうぞ。ありがとうございます。エビ天です。どうぞ。ありがとう。はい、どうぞ。ありがとうございます。天ぷらうどんです。天玉のお客さん、
たお待たせしました。ラーメンと稲荷どうぞ。今日は久しぶりね。あっさりね。前はね、24時間オールやってたから40年。10年ぐらい前からあったはずよ。うん、味はね、そんなに変わってないと思うよ。だから美味しいからね、よく来るんですよ。何したろ、肉こんにゃく。ういっ。できたらお願いします。これでいいですか。はい。で、定食のカズレ選んでください。あ、これがついてんだ。はい、これ。カサバです。はい、カサバ。天様うどんのお客さん。いいよ。はい。うどん定食のお客さん。
呼ぶぜ。天丼のお客さん。ここ初めてです。ネットでちょっと調べて、はい、来ました。今日は何を頼まれたんですか。うどん定食ですかね。僕は天丼定食です。天玉うどん。くどくなくて美味しいです。うん、台本でうどんって言われてるんですけど、行ったことない。ネイリしてくれんかった、まあ、今日わしが前でいると思わんかったけど、ネイルもしとらん。あれマジックで塗ろうか、赤黒で、ね、カメラ撮るけどスイッチが大盛りになってしまうよね。天玉そばのお客さん、天ぷらそばのお客さん、美味しい。だしとお肉うどんはあの肉のね甘辛いがだしに溶けてまた美味しいですね。合います。そばです。
ャルラーメンどうぞ。朝来た時はうどん食べるんですけど、昼はちょっとラーメン食べようかなって。美味しいです。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。豚骨味噌醤油でございます。醤油で。肉入りラーメンとライスどうぞ。ありがとうございます。天玉そばのお客さん。はい。定食、唐揚げ定食のお客さん。上がります。唐揚げ定食のお客さん。肉入りラーメンのお客様。Thank you.
こにしかない味。ラーメン目当てですね。このスープは本当に美味しい。ね、夕方4時までなんで。支えてくれるからやっぱり今があるんだなと思いますね。まあ、もしダメだったらまた死に物狂いで叩き切りゃええかとやってみようという感じですかね。オープン前にポスティングを少ししたりとか、いきなりね最初からは来ないとお客さん思ってたんで、3日間半額やったんです。ただ初日からすごい並んでくれましたよ、ね、びっくりしてびっくりしましたよ。から自家製麺に変えまして勉強中ですよ、まだ。全部自分の責任で商品作りたいなと思いました。頑張らんといけんね、いけんなと思いました、やっぱり。実際に失敗をしないとなんか身につかんタイプなんで、ちょっとずつでもいいものを作ってお客さんに喜んでいただける、それがやっぱり自分の喜びにつながりますからね。あの20歳の頃から飲食、まあ、うどん屋さん入ってずっとやってるんで、でも好きなんでしょうね。
ナーが何年目になるんですか、ね、8年目ですね、はい、独立して自分でお店するのが夢だったんで、今年49歳なんですけどね。いくつの頃からの夢だったんですか。25歳の時はもうやっぱりね、自分でしたいなっていう、今並んでもお客さんが待ってくれて食べていただけるのがすごいはもうありがたくて、お客さんにももちろん感謝ですけど、業者さんとかにもすごい感謝してるんですよ。これは、カツ丼のタレとザルラーメンのタレです。オレンジ色は何のオレンジなんですか。チラシっていうあの色粉を入れてまして、色をつけるんですね、はい、you
複合って言って麺をこう硬さを出してますね。これ2回します。はい、その後厚炎って言って伸ばしていきます。足りないやつはちょっとこっちに跳ねて、後からちょっと麺を足すんですね。Thank you.
ありがとう。ちょっと待ってね。うん。
皆さんはまたよろしくお願いします。はい、どうぞ。立てます。9番さん、いや、あれ9番さん、9、立てます。あ、これも9番さん、はい、失礼します。お待たせしました、カツダンです。はい、どうぞ。はい、お待たせしました、カツダンです。はい、お待たせしました、9番。はい、美味しいなと思います。やっぱり唐揚げはいかがですか。サクサクです。ここにしかない味っていう感じですかね。
並んでたりする方おすすめのメニューとかありますか？僕カツ丼が好きで甘いんですよ。好きですこれ。現場が近ければ寄るような感じです。めちゃくちゃ美味しいです。できてたもん、ずっと来てここのラーメンも好きだし、醤油じゃないのかな、独特の味なんで、このスープは本当に美味しい。いやいや、だからなかなかな、遠い。はい、ありがとうございます。あ、どうも、はい、おはようございます。ありがとうございます。はい、おはようございます。Yeah.
まあまあ来てますかね、はいはい、よく頼むメニューとかありますか。もうこればっかりですね。もう大盛りにチャーハン、はい、そうです。何回か来たらそれにハマったって感じですかね、うん、そんな感じかな。地元の詳しい人に勧められてここ美味しいよって言われたので、私は初めてです。はい、ちょうどセットでカツ丼とミニラーメンのラーメンが来て美味しかったんで毎回これを食べます。美味しいです。食べログみたいなの見て、あの星の数が多かったんですよ。みんなここだと。美味しいですよ、ね。醤油系、とにかく美味しいです。ありがとうございます。
ございます。はい、ありがとうございます海のいい風味が入ってますね。めちゃくちゃうまいです。
それではいらっしゃいませどうぞ。はいどうぞ。はいどうぞいらっしゃいませどうぞ。お待たせしました、チャーハンです、どうぞ。ゆっくりどうぞ。どんなお店作りを目指しているんですか。お客様に喜んでいただけるような、福山一と言わず広島県で有名なラーメン屋さんになりたいですね。まだまだですね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとだけ待ってます、呼びます。はい、いらっしゃい。これ入れたら最後、はい、はい、で終わりました。どうしたら出汁がわからん。全部入れちゃダメ。何とか言って、いや、一個入れで、それで終わり。で、終わったりと。夏は家でせんでしょ、じゃけ持ち帰りが多い、食べて帰る人ね。そうね、おでん作る予定なのにおでん食べて帰る。これに3回やります。
話しかけられてください、ね、今食こっちが予備でね、こっちが本体。初代は私の親父と一緒に出した日に息子が生まれて、お父さん僕もツバメやるって言われた時はすごい嬉しくて ね、ラーメンももう一種類しかないんでね、大盛りもなけなトッピングもないし、ね、チャーシュー麺もないし、とにかく一種類。はい、スタート、スタート。中学校の時からよく来てて、飲食店やってるんですけど、その仕込みの合間とかに来させてもらって。はい、いらっしゃい、奥どうぞ。お一人ですか、はい、カウンターお願いします。そこでもいいですか、はい、ごめんなさい、はい、これ前回ってね、ちょっと入って何番、7番2番ね。はい。それ。
はい、はい、ごめんなさい。5番ちょれ。
あれかもう久しぶり。もう仕事辞めたい。あ、辞めた。はい。お待たせに。はいはいはい。ありがとう。はいはい。ただこれ6番ね。すいません、置きます。置きます。あは好きやね。タクシー乗っとったっけね。旦那さんのおばあちゃんよね。人なんよ。本当に明るいし、ハキハキ喋るし。足湯がいたの言うた。領収書ね。最高に美味しいです。
はい、お願いします。